これはね、ちょっと正解率低いんじゃないかな。いや、せーの、はい、100% 正解ですね。札幌市清田区の北野小学校で開かれた防犯教室には4年生の児童およそ90人が参加しました。安全インストラクターとして活動する武田信彦さんを講師に招き、子どもたちはクイズ形式で誘拐などの犯罪から身を守る方法を学んでいました。防犯教室は札幌市内の9つの小学校で今月10日まで順次開催されます。